ドラゴンクエスト 11S、前回に続きからプレイしていきましょう。さて、デルカダールの城に潜入したところからですね。グレイグともね、仲良くっていうか、まあ、なんとかね、仲良くなって、結局仲良くになるのか、なったしね。あ、でも、あ、そうか。とりあえず行こうか。グレイグはまだでも使えるまあ使えたところでな。使えたらでもあれだもんね。結局、ダメージを食らうようになるっていう、デメリットだからな。結局、あれなんだよね。多分俺が、ちゃんと自分で使えばまあ話は違うんだろうけど、使わないからな。こう一緒にっていうか、なんか、並んでおる。こう、仲間は仲間でちょっと尊重する感じだからね。ちょ、まとめてこい。メイデンロードしよう、ラオルちゃん。ここでダメージもらうのちょっときついなぁ。ガエンギリ。あんま減らん。まあでも結構回復してくれるもんな。あ、半分ぐらいになんのか。結構痛いな。まだか。火炎切りで倒そう。半分ではないか。今助けるぞ。ナイス。火炎切り。普通常攻撃だけの方が、遅いよ、それ。最初にやるべきやつだろ。終わっちゃったよ、もう。さあ、進もう。よし。これぐらいにしとくか。行こう。なんか色白くない？こんなんだっけ？お元気そうで、何より、我が友、そして、哀れな悪魔の子よ。ホメロス、やはりお前か！みえ！みえ！その短気、直した方がいいな。周りが見えていないから、お前はいつも空回る。なぜ魔王に魂を売った？共にデルカダールを守る。そう誓ったはずだ。ホメロス。なぜ？なぜと問うのか。お前が私に？ははは。何がおかしい？では、私もお前に問おう。なぜ、お前は私の前を歩こうとする？なぜお前ばかりが力を得る？なぜだ、グレイグ！
私はもうお前の後ろは歩かない。愛も夢も光もそして友もこの世界では何の意味も持たない。あるべきは力。世界を滑る闇の力だけ。私の力を認めてくださるあの方こそが真の王。王の歩みを邪魔する者は私が許さぬ。故郷を奪われ民を失い友は去った。英雄と呼ばれて戦い続けても俺に守れるものなど何もないと思っていた。だがまだだ。まだ俺にも守るべきものがある。お前が世界を救う勇者なら俺は勇者を守る盾となろう。ホメロス、いや魔王の手の者よ。その命私がもらい受ける。できるかな我が友よ。さあお遊びはここまでだ。グレイグ、私はお前の先を歩く。お前はここで朽ち果てるのだ。ホメロス。我は魔王様の力を受けし六軍王が一人、色軍王ゾールデイ、闇を愛し光を憎む者。我は思うが、そなたらは卑しい光を望む者たち、そして何よりな者たち。魔王様は闇をお望みで、我の命尽きるまで正常なる常闇は消える。なればこの地に光は戻らぬ。そう、汚れた光を癒しましょうぞ。いやホメロ戦じゃないんだな。成敗してくれる。勇者ももう立ってたんで存分に戦え。あー、だからあれなんだな、自分に攻撃が行くようなスキルとか覚えてんだな。とりあえず火炎切りとかでちょびちょび減らしていくか。ソードガード。武器ガード率。うわ。ってことはじゃあ呪文とかの方がいいのか。そういや新しく覚えたラリフォーマー。あ、全体を眠りに誘うのか。
眠るかな。眠らなそうだな。とりあえずイオレ、なん盾になるんじゃなかったのか。ガンガン攻撃してんじゃないかな。え、これだったら別にあれかい、普通に攻撃した方がいいのかな。ファイン切り。あれ、ガードって何だったんだろう。ドルクマ、ドルクマ、あ、ドルマのあれか、強化版みたいな感じか。よし、ファイン切り。これどうなんだろう、倒しといた方がいいのかな。いやー、これ普通に本当に邪魔だったら潰した方がいいんだろうけど。あー、これあー、お前ルカなんとか使ってくるのか。火炎技、あ、でもなぁ、そこそこ HP 高そうだもんな。70いくつでまだ半分いってないんだもんな。火炎切り300ぐらいか HP、 あの影ゾーンにもなんのか。ちょっとやばいぞこれ。やばいやばいやばい、このベホイムじゃちょっと足りん。とりあえずベホイムで回復しておこう。ベホイム影やっといた方がいいかな。やっば、あ、そうか、連携とかしてくんのか。そういうのがあるとめんどくさいな。倒しとくか。あー、そういうのもしてくんのか、邪魔だなこれ。よし、あー、バイキルト怖い、やばいやばい。ファイン切り、グレイグ回復してくれんか。呪文メホイム、ガード率が元に戻った。あー、ドルクマ、ドルクマ、愛しき闇よ。あー、また湧いてきた。さっきは鍵を攻撃したくせにな、今度はしないのかよ。あ、でもそうか、鍵出る前にもう選択されてたのかな。今助けるぞ。サンキューベホイミ。ルカなんで、守備力が下がって、火炎切りで。よしよしよし。倒した ?OK。変なバフをかけられる前には倒したいよね、やっぱね。よしよしよし。特に火炎切り。全然、まだ半分にもいかんのか。きついな。ドルクマ、今助けるぞ。もうベホイミ担当になってるけど。特に火炎切り、まだか、硬いなおいつ。スクート、ありがたい、ありがたいけど攻撃もあれだな、もっと今助けるぞ。厳しいなこれ。火炎切り、ドルクマ、魔法やだな。ベホイミ担当にベホイミしてもらって、でも、あ、やっと半分か。いや、遠いぞこれ。皆に守りを。スクルト、ガード率は持ってった。あー、またか。そうか、オーブの数出てんだな。そのなんかあれだね、インフィニティストーンみたいな。マーベルの。あんな感覚なんだね。
グリーグだったで、ん？全然効いてない。いた。ああ、ゾーンに入った。早く倒したい。火炎斬りセーフ。倒せないか。やばい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 。もうクロスドルクマ、ちょっと待って、やばい、死んだ。マジか。オートセーブからかな。オートセーブからだよな、これ。これどこの、どこだこれ。もう一回やるか。初、あ、こっからか。ちょっと戻しますね。よし、戻ってきた。これであともうちょっとまでが来たんだよね。あとブレイブが当てれば終わるんじゃないかなーぐらいかな。はじかれた。もうちょいだとは思うんだけど、やっば。これ次食らったら終わる。あ、やっ、あ、あぶねえ。絶対終わったと思った。エホイム。危ない。MP 回復してくれるのも気づいてさ、これありがたいよね。ちょ、もう一回回復しよう。まずい、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 まずい。エホイム。よしよしよし。グレイブだけ攻撃してほしい。バイキルとか。ちょっと心もとないし、もうちょっと回復しとくか。エホイミ。回復してくれるんだったら、でも、どうせあれか、MP 気にしなくていいんだったら、がっつり回復してもよかったのかもしれんけど、ダメか。MP だ。これで一応、一旦は連携できなくなって、だけどきついな。エホイム回復で手一杯になってる。でガードもされるし、あた、よし、もうちょっとかな。あとどんぐらいだ。ガード率戻って、グレイブ目開けて、微妙だな。次でいければな。まだか。作ると、自分に倍切るとか、ダメかな。ダメか。ダメか。長いな、赤くなってから。やばい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 。グレイか。よしよし。メホイム。そっちじゃない。お、避けた。ダメか。注文、メホイム、メホイムじゃない。そろそろいけるだろう。ダメか。よし、倒した。よし。結構時間かかったな。おお、私の愛しき闇が、あ、気がろわしい、光があふれ。オーブ一個ずつ集めていかないといけないのか。パープルオーブを取り戻した。
さすがだな。来てくれたのか、リタリフォン。常闇は消えた。しかし皆が心配だ。一刻も早く砦に戻らなくては。帰ろう。最後の砦に。獲得したゴールドの総額は10万ゴールド以上になったものに送られる。はい、ということでじゃあ次回馬乗って帰りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。良ければ次回もよろしくお願いいたします。